右肩脱臼の手術を終えた今村聖奈騎手。その今村騎手のエージェントが変更になり、エージェント欄が空欄になっていることが話題になっているようです。それに対しての競馬民の反応を見てみましょう。今村騎手のエージェント欄消える。今村騎手のエージェント欄が空欄になり、小崎騎手のエージェント欄に小原氏が入る。小崎と入れ替わる程度の評価と判明。休養期間だけ定期。どうせ復帰したら戻るやろ。小原軍団のいつもの手や。つまり一時的なものなのか。バッサリ行けばいいのにつまらんな。契約があるのかもね。ホリプロ所属だし。今村はわかりやすくエージェント小原だろうが、良い馬に乗っていようが、騎手が下手なら勝てないって証明したよな。未来も国内休養だけど、未来のエージェントはそのまま。小崎は一君厩舎の視線だからそのつながりか。小崎も寺島の馬よく乗ってるもんね。小崎はもともと小原がエージェントだった時期もある騎手。福永が小原に関わってる小崎未来今村とかを乗せてる感じだな。福永厩舎によく乗っててそこの成績は良くないのに今年好調な小沢。肝心の福永厩舎が大ブレーキ。どうせ休養の間だけだろ。小原のいつもの手口じゃん。それなら未来が帰国まで小崎で十分だな。ムーアかキングネキが来たらまた外れるのは今村かもな。前もキングが来たら今村が外されてたし、怪我したら即小崎囲い込みとか小原も今村に思うところあるんだろう。今村は最低3ヶ月は休むからな。それだけレースはハードだということだろうな。脱臼の手術したのに3ヶ月で済むんや。半年ぐらいかかるのかと思った。今村ちゃんの復帰が待ち遠しい。どうせ土日トータルで人気薄5頭くらいしか回ってこないから小原がついてる意味ないけどな。小崎はフランスにも行ったし、やたらサポート受けてるのに一向に成績上がらないよな。小崎はまあまあ乗れてる時期あったけど怪我かなんかで急下降したな。最近少し盛り返してきた感じ。2ヶ月以上未勝利で盛り返してるってわら。完全に福永に足引っ張られてる。寺島が今村のいない間に乗せまくってるからなんとかなってるんだろうが。小崎なんて現役スタートしてから輝いた時期なんて一度もないだろ。最近やたら小崎の乗り蔵が増えてたのはこういうことね。小崎は福永に好かれてるのかなぜか騎乗多いよな。厩舎が結果出せてないから小崎も活躍しようがないけど。小崎と小沢は福永厩舎手伝ってるから乗れるかわからんけどって開業前から声かけてた。福永はブック軍団ではない小沢を何か可愛がってんな。福永的には若手騎手の育成枠で小沢、馬育成担当に小崎って感じなんだろうな。今村は福永の弟子、厩舎開業したら天球、厩舎視線になって勝ち星量産、とか力説してたやつまだ生きてるのかな？アンチか？今村聖奈さんの今年の勝ち星の 25% が福永厩舎の馬なんだが、それは失敬。調べたら福永厩舎の失走のうち 4.6% も依頼があり、今村の今年の総乗りクラスの 2% も占めるぐらいの蜜月ぶりだったわ。他の厩舎には行かないのに福永のところには調教手伝いますってすり寄るのが、結局一番乗せてもらってるのも小崎なのは福永も思うところがあるんだろう。今年一番話題になってる厩舎だしそこは仕方ないだろうね。でも今村に限らずそういう若手って結構多いのよ今。スケベ心で力ある厩舎にしか出入りしないやつ。競馬に乗せてくれた厩舎への挨拶回りとかやってない人もいるのかな。以前、藤田七子の特集で前の週末の競馬に乗せてくれた厩舎すべてに飲み物配って挨拶回りしてたのを見て、これぐらいやるのが当たり前なんだなって。今村は過去の密着ドキュメントで寺島厩舎のスタッフが今村を乗せてくれた厩舎にお礼を言って回ってるって言ってたな。随分甘やかされてるなって。礼儀を尽くすのは悪いことではないと思うけどな。最近は軽視される風潮かもしれないが、良いことだけどそれは厩舎スタッフじゃなく七子みたいに自分でやるべきじゃない？他の厩舎が今村乗せてくれれば自分たちの担当馬に今村を乗せなくて済む可能性が上がるからなわら、そりゃお礼の一つも言いたくなるだろうよ。今は小原が栄養かけても今村の名前を出しただけで断られる状況だしな。若手枠だと西塚が結果を出してくれているし、小崎は福永が懇意にしているし、もともと小崎は小原軍団だから、小原にしても今村を外して小崎を戻した方が栄養やりやすい。学校時代一度も勝たせなかった大輔は堀厩舎里のカルナバルの依頼があるというのに。佐々木への重賞マウント終了わらわら。佐々木くんはおちゃらけず黙々と結果出す。見下してた佐々木も重賞勝ってるな。もう佐々木には二度とマウント取れないね。見下してた佐々木くんがついに重賞勝ち。今村も愛しのタイガーをもう上回って悶絶してそう。ノーザンとかも一時期芝山とかの微妙なラインの機種乗せたりして結果出したらセカンドドライバーにでもしようと思ってたんだろうけど結局うまくいかなかったな。同じような感じで机とかもよく乗せてたし最近は西塚とかも乗せてる記憶がある。
北村机は大怪我してからノーザンクラブの有力馬乗せてもらえてないけれど、ノーザン生産馬はかなり乗ってるんだな。しがらき城長のお気に入り。豊沢って優秀なのかね。ルメールはもともとノーザンの依頼多いし、竹も個人馬主の依頼多いからエージェントの実力感がない。浜中も重賞勝負になる馬は昔から懇意にしてるミッキーくらいだし、泉谷はよくわからん。どのエージェントも3人目からは大した馬乗れないんだろうけどさ。ルメールも竹も自分の名前で馬引っ張ってきてるだけでエージェント云々は関係ないやろね。浜中がダービー取っても復活しなかったのが何よりの証拠やし。そう考えるとエージェント使うより、自分のネームバリューで勝負した方が騎乗の質量とも安定はしそうだな。そんなことはない。ルメールなんてノーザンから見限られたらとざまだし、あっという間に転落すると思うよ。今村見てやわかるじゃん。あんな舐めた行動、騎乗をしてても未だに乗れてるのは立東全域を支配してる剛腕がエージェントをやっているから。デムさんはブック軍団と喧嘩したせいな気もするけどね。豊沢から井上にして成績上がったのに何を勘違いしたのか井上も切っちゃったんだよな。やはり馬主からの信頼を得ていくのが一番近道なんだろうな。小崎は今年になって最多の土日中にクラカ。これもお原効果かな。スマ村お原の後ろ盾なくなったら、毎週騎乗数例回帰とか雑魚騎手の扱いになるんじゃ。もうやお嬢スマホ事件でイメージが悪すぎて需要がないから仕方ない。しかもその後に同期がやったスマホで悪事を働いて事実上の引退勧告だからな。今回は以上です。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。